は司法書試験に合格するまで必要な勉強時間ということですか。あなるほど それは一般的には2000時間ぐらいというふうに呼ばれてますねこの試験というのはどうしてもこう記憶することが多いですからどうしてもある程度勉強時間かかります例えばひらめきが自分は得意だだから勉強時間少なくて済むぞということはあまりないんですね人によって、まあ、それ勉強時間の多少違いがありますが結構やっぱり勉強時間がかかるということは事実ですですですからこの試験始めるにあたってはきちんと勉強時間が取れるかということを覚悟してから来なければいけません どうしても勉強を始めると仕事している時間以外は勉強付けということになることが普通ですから勉強時間の確保が必要になりますただ2000時間っていうことは目安であってそれより短い時間で合格する方もいるしそれより長い時間やってもやはり合格できない方はいるんです。例ええばででですすすよあなたた大阪ままま何時時間間行かかって言われたらどう答えますか2時間半 さ東京からここは東京ですから東京から新幹線に乗ってってイメージですよねただそれはあの先入観ですよ例えば新幹線で全員行くのか高速道路で車で行く方もいるかもしれないですよねあるいは今東京からっていうことですが今大阪に行く方が全て東京始発じゃないわけです博多から新幹線に乗って行く方もいるし えー、札幌から行く方もいますよですからその勉強時間っていうのはそれと一緒で大阪までどのぐらいかかりますかっていうことですからなかなか実は一概には言えないんですね人によってスタート地点も違います例えばあ東大に行くに、えー、どのぐらい勉強すればいいですかつっ,っても小学校から勉強するのかあ高校から勉強するのかによってそれは内容によっても違いますよねもう掛け算からわからないって方はそこからこう勉強しなければいけないわけですからですからスタート地点が違うそれから えー、その人によってやっぱり勉強効率なども違っていきますのでその新幹線で行くのか歩いて行くのかによって全然違うわけですよだからその辺りによって全然勉強時間って違ってくるんですね。ただ司法書士の場合には今東大の話をしましたけれども、えー、結構ま司法書士の場合には一つが 暗記ががが中心なななのので人ににによっててそんなに勉強時間に違いが出てこない出ここ一つありますこれが例えば理解をしなければいけないというものであれば人によって理解力なんかは結構違いますのでこの問題解けないなっつってすぐ解ける方解けない方数学のひらめきなんかで違ってきますが少々士っていうのは覚えることが中心なので覚え方というものをきちんと把握をすればそこさえつかめれば うん、そんななににこう人によって違いがない点がが点一つえもう一つは東大と違って司法書士の場合には、うん、やることがみんな初めてなんです不動産登記っていうのを勉強したことがあるって方はまずいませんですからそういう意味においても、うん、全員が同じことをやりますから、まあ、勉強時間もそこで、えー、スタートがそんなに違うってこともないんですね。ということで、えーまあ、大体そのような勉強時間ということで合格できるのかなというふうに思います。ただ 違いがあるのは例えば独学で勉強しようとなるとやはり その本を読むスピード本を読む理解力って本当にこの今までの勉強歴だとか読書歴なんかによって違ってきますから独学の場合にはその本を理解するっていうところが時間がかかりますから多少人によって勉強に差があります人によってやっぱり予備校より早いって方ももちろんいます本読むのが得意だよって方はあ人と同じペースで講義を聞くのではなくて本を読んでどんどん進めていくっていうのは一つあるわけですただそれが講義より早くいくって方は本当に一握りであって独学でスピードが 下がってしまうって方の方が非常に多いですねですから短期で受かろう勉強時間がそんなに取れない仕事してるから勉強時間が取れないって方はやっぱり予備校の講義を聞くというのが一番効率的に新幹線で行けるかなと思います予備校の講義ではもうこちらが分かりやすくお話をしてもう誰でも もう分かるというような形でやりますからなかなか理解できないなってことじゃなくて講義を聞けばとりあえず分かりますからあとはそれを覚えていくだけになりますので講義を聞くで復習時間ということになりますねですから講義を聞いて例えば私の講義であればあ土曜日とか日曜日に6時間聞いてもらうであとはそれを平日仕事をしてる方であればもう一日2時間3時間隙間時間取るのが精一杯でしょうからその枠内でやってもらうという形で1年で 合格する方がたくさん出ております。仕事しながらですよ。ですから、それはあそんな形になります。ですから勉強時間っていうことになると。まあ一概にはいないですけれども、もまあ、生活レベルで言うとですねえ。土日集中して講義を聞いてもらって、できる限り勉強してもらって、平日に関してはえー、3時間ぐらいやってもらうと。 言った形ですね予備校の講義を聞いてもらえば予備校でしっかり時間短縮できるように理解させますからあとはそこの復習をそんな形でやってもらうという形になるかなというふうに思いますあとは勉強時間に差が出るのは何年勉強したかということになりますやはりこの試験というのは覚えることが多いってことに尽きると言いましたが覚えることが多いですので基本的には忘れることもいいんです ですから言ってみれば逆向きのエスカレーターに乗っているようなものですからそうすするとですねゆっくり歩いていくというのであれば何時間経ったって現状維持なんですよ。ですからある程度やっぱり集中して勉強していく必要があるのでやっぱり1年、2年でぐっとこう勉強時間を圧縮して集中してやっていく必要がありますだから例えば10年間もう何,何,何万時間もやりましたといったところでやっぱりこうゆっくり行っていると全然進まないんですね。だからやっぱり勉強時間を、うん 投入するのであればある程度1年2年といった形で集中的にやってもらうもう忘れる前に覚えてしまう、えー、そんな形で勉強時間を集中してもらうということがやっぱり短期間で短時間でこう効率効果を上げる結果を出すということにつながっていくのかなというふうに思います。